こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、幸せっていうね、言葉についてね、ちょっとね、話そうかななんて思うんですが、幸せはね、天国言葉の中の一つでありまして、天国言葉っていうのはね、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますのね、このね、幸せっていうね、言葉なんですけど、自分はね、この天国言葉で一番最初にね、ついてるっていう言葉をね、すごくね、ずっとアファメーションで言うようになって、本当にね、ついてる人生にね、なってきまして、それですごくね、幸せもね、感じられるようになってきました、この幸せ。それでね、今日ね、ちょっとね、タイトルとかサムネにもね、書いたんですけど、そのね、前に、幸せの前に何々って幸せってね、こういう風にね、言った方がね、本当にね、幸せ度がね、アップするんじゃないかななんて思いまして、ちょっとね、その話をするんですが、そのね、その前に幸せにね、幸せの前につく何々って幸せっていうのはね、何かって言いますと、まずね、皆さんね、仕事とかしていた時に、社長さんとかにね、この会社に入れて幸せってね、もし言ってみてください。そうしますとね、多分ね、社長さんはね、すごくね、喜んでくれて、あなたをね、応援してくれるっていう風にね、なると思います。この会社に入れて幸せってね、言ってれば、社長さんがね、本当に応援してくれるようになって、どん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 ね、その会社の中でもね、良くなっていくっていうか、なんていうのかな、社長さんがね、とにかく喜んでくれるんじゃないかななんて思います。それでね、またね、その会社の中で、同僚とかとね、にもしね、あれでしたら、みんなとね、一緒に仕事ができて幸せ、一緒に仕事ができて幸せって、ね、言ってみてください。そしたらね、みんなもね、一緒にね、仕事できてよかったねって言ってね、喜んで、それでね、一緒になってね、みんな会社を盛り上げていけて、それでね、どん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 業績もアップして、どん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 ね、幸せになるんじゃないかななんて、そんな風にもね、思います。そして、仕事自体に対しても、この仕事ができて幸せっていう風にね、言えば、そのね、仕事自体、がね、どん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 、仕事がね、応援してくれるっていうこともね、おかしい言い方かもしれないんですけど、なんかね、そうやって、やることに対してね、ポジティブな、この仕事ができて幸せっていうとね、多分ね、どん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 ね、その仕事がね、うまくいくんじゃないかななんて、そんなことも思います。またね、取引先だったりお客様だったり、そういった方々にね、おかげさまで、これはね、手じゃなくておかげさまで、業績もね、伸びて幸せですとかね、言うとね、そのね、お客様だったり取引先の方もね、多分ね、応援してくれて、それでね、どんどんどん評価も上がっていって、そのね、仕事もどん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 うまくいくんじゃないかななんて、そんな風にね、思います。そしてまたね、この仕事以外でも、奥さんとかね、旦那さんに、あなたとね、一緒になれて幸せとかね、そういう風に言えば、旦那さんがね、本当にね、喜んでくれて、本当に一緒になってね、幸せだねって言って、それでどん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 ね、幸せになれる。それでまたね、この日本に生まれて幸せって、そんな風にね、言うと、日本っていう国がね、応援してくれるってわけではないかもしれないですけど、でもね、なんかね、日本って本当にね、いい国だよなっていう風にね、思えると思います。今ね、ウクライナとロシアがね、戦争だったりとか、日本ってね、戦争し、今ね、ないですよね。この先ね、どうなるかは分からないんですけど、今現時点では戦争もないし、食べ物にもね、そんな、餓死するようなね、中にはね、本当に知らないところで餓死してしまうって人もね、中にはいるかもしれないんですけど、今ね、この動画、YouTube 見てる方っていうのは、餓死することもないし、本当に日本にね、生まれて幸せだなぁなんてね、そんな風にね、思えると思います。それでね、それで、そのね、日本に生まれて幸せっていうことをね、本当にそれをね、噛み締めることによって、どん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 幸せっていうのもね、アップするんじゃないかなぁなんて思います。またね、
このね、地球に生まれて幸せって風にね思える、そんなことだけでもね本当に地球にもね応援してもらえる、まあ地球に応援してもらえるってどんな応援なんだろうなんてね思う方もいるかもしれないですけど、まあその辺はね感覚っていうことで、なんかねすごくね幸せ充足感っていうものがね出てくると思います。それでねこれね最強のねまあ言葉だと思うんですけど、まあ日本にとかね地球にじゃなくて、ただ単に生まれてきて幸せってね言ってみてください。そうしたらね必ずね、まあ、お父さんお母さんも喜ぶし、おじいちゃんおばあちゃんも喜ぶし、それでねもう亡くなってしまっているご先祖様も、ね、きっと喜んでくれると思うんですよね。まあ ご先祖様ってねもうずっと続いてきて、それで今自分がね生まれてきていて、それでねそれが幸せだなって思うっていうことでね、本当にねご先祖様にもね感謝できるし、あのご先祖様もね、まあ喜んでくれる、それでね応援してくれて、どん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 、まあ、運も良くなって、それで幸せになれるんじゃないかななんて思います。本当にねあの両親おじいちゃんおばあちゃんご先祖様だけじゃなくて、本当にねまあ宇宙全体、まあ宇宙もね天の持ちもそういったものもね、みんなねまあ神様仏様をみんなね応援してくれる、そんなね気が自分もねすごくねしまして、なのでね、まあ、生まれてきて幸せだなってね、そういう風にね言えるっていうことは本当にね幸せだななんて思います。なのでね、何々って幸せってね前にねいろんな言葉がね、その状況に応じていろんな言葉がねつくと思いますけど、本当にね何々って幸せ、会社に入れて幸せ、この会社に入れて幸せ、みんなと一緒に働けて幸せ、この仕事ができて幸せ、まあ、お客様のおかげで幸せ、あと何かな、まあ、あなたと出会えて結婚できて幸せとかね、日本に生まれて幸せ、世界じゃなくこの地球に生まれて幸せ、それでね、まあ、このねご両親にね生まれてきて幸せっていうようなね、そんなことをね言えば本当にね充足感っていうか幸せな、ね、気持ちっていうのがねいっぱいに溢れて、それでねどん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 幸せになるんじゃないかななんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日はね天国の場でただ単に幸せ幸せ幸せってアファメーションするのもね本当にね、いいと思いますけど、まあそのね周りのみんなもね巻き込んで何々って幸せみたいな、そんな風に言うともっともっと幸せにね、まあ、幸運になれるんじゃないかななんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日は天国言葉の中の幸せをねもっともっと大きく幸せになれる、そんなね方法っていうことでちょっとね話してみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。